今日はね、有機ジャスっていう法律と、種苗法についてね、ちょっと俺がなんつうんだろうね、なんか矛盾というか疑問に思うところをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まずね、日本の有機農産物っていうのはどういうふうに定義づけられてるかっていうと、有機ジャスっていう法律にのっとってそこに適合した農産物であるっていうことを第三者機関に認められて、その認められる過程においては、栽培記録、何月何日に種を、どこの種をどこで育苗して、でいつ植えた、いつ何したっていう作業で出荷先で何キロ出したとか、そういう記録を全部書類にまとめて出して、で、まあ、その第三者機関が、畑を見て、で倉庫を見て、あ、これは有機ジャスに適合していますねっていうことでなると、有機ジャスに適合した有機農産物として販売できるっていうことで、まあ、結構難しい、難しいが面倒くさいなね、手続きが多くて、まあちょっと個人の農家だと結構大変なところもあるけれども、まあ、そういう大変な作業をした上 で結構お金も使って、あれこれそれこれ準備して、やって、記録も残して手間をかけて、そして認められたのが有機農産物として有機ジャスマークを貼って販売するっていうね。でこれ加工品も同じで、工場とかのやつ、も認証もあるし、販売元、例えばスーパーとか、まあ、小売店、八百屋さんとかで、有機農産物の箱で送られてきたら、それを箱から出して仕分けして、箱の中にただまたじゃがいもがガバッと入ってるだけで、それを 500g ずつに袋詰めして、それにまたシールを貼ると、有機ジャスのマークを貼るにも資格が必要なの、お店の資格で。そういうことをやった上で、皆さんの元に有機農産物として認められた有機ジャスのマークを貼った野菜が届くわけで、これら全て法律にのっとってやられてるわけで、これに違反して、例えばそういう栽培をしない、第三者機関に認めてもらわない、書類を出してないっていうところがね、有機ジャスのあれ適合してないのに有機ジャスのマーク貼ったり、オーガニックです、有機ですって喋って販売すると、これ罰則が確かあったはずなんで、法律なんでね、そういうのを、取り締まるためにできた法律としてあります。なんで、まあ、まあ個人でやる分にはね、有機の二の手で作ったよってそれでいいんだけども、まあ、商売する場合はこの辺気をつけなきゃいけないっていう結構厳しい法律なんだけれどもね、まあ、ダラダラダって喋ったんだけども、この中で何が大事かっていうと、まあ、その有機ジャスを取る前に受ける講習があるんだけど、俺も世話出たのね、有機ジャスは取ってないんだけども、ね、その講習に出て、まず言われたのが、まず一つね、種苗法と関係するところとして、使う種は、原則種取りをしたものを使いなさいと、有機の種を使いなさいと、その土地土地にあった種、その土地で取れた種を使いなさいと、自分で取りなさいと。で、なんで原則ってついてるかっていうと、まあ、その品種とか作物をそこで取ると栽培上いろんな著しい影響が出て栽培できないっていう場合があるのね。例えば俺の畑、沖上平、青森県の黒石市の沖上平って山の奥にあるんだけれども、ここで人参の種とか大根の種を取ると、もう発種時期に間に合わないのね。それでも無理やり取ってまくことはできるんだけども、そうするともう雪の下になる頃に収穫になってしまって、これじゃちょっとね困るっていう、収穫ができないという事態に陥って、もうそもそも生育もちゃんとしないんで、その時期にまくと、種を取れる時期にまくと、こういう場合においては購入種子を使っても、有機農産物として認めますよっていうね。あと種取りの技術がどうしてもないとかね、そういう場合に限って F1 品種とか購入種子を使っても有機ジャスとして認めます。このこともちゃんと理由書として書くんだったので、検定医の人に渡して、うん、わかりました OK ですってなったら認められるっていうもので、それでも原則種を取りなさいっていうことが指導されてるわけね。俺もそれ講習出たから、ね、有機ジャスは取ってないけれども講習に出てそれは言われたってことは事実として知ってます。で、さて種苗法がね、改正のあれ衆議院取ったんだけど、まだ参議院は取ってないのかな。まあでも、まあほぼ全どっちも自民党がね大体大多数だから通るはずで、種苗法改正されて種取り禁止の項目が入るのかな。
まあ、でも全部の種は禁止っていうわけではないと思うけれども、まあ、これがねだんだん進んでいって原則禁止にしましょうってなった場合、じゃあ有機ジャスでは種取りを努力義務するようにどうしてもできない場合を除いては種を取りなさいっていうふうに書かれている、指導されていると、現場として法律にのっとってそういうふうに指導されているけど、一方種苗法においては種取りがね今は全部一律禁止ではないだろうけれども、この先原則一律禁止とかもしなっていった場合、この2つの矛盾ってどうなるのかな、どっちを守ればいいのかなっていうのが俺ちょっと疑問に思うのね。でこれがまず疑問で、今の政治と有機農業の関わりで言うと、自民党は有機農業推進っていうことでこちらの方に働きかけしています、要は投票してくださいっていうことをね、自然農法でも有機農業の団体でもね、イベントやると、自民党の議員さんとか来ます。俺がね、自然農法っていうのを勉強した MOA、静岡県の大人農場の大人町、大人どうだっ忘れたけど、大人の伊豆の国市の大人かの場所の大人農場っていうところが、要するに自然農法有機農法っていうので言うと、研究で言うと日本でトップクラスの場所なんだけども、そこに、自民党の政権時代の農林水産大臣林さんだったかな、だから大臣が来てね、視察してったのね。でそのくらい自民党っていうのは有機農業に推進派になろうっていう、今まではね農協のそういう観光農法っていう方法だったけども、水面下でそういう風になってるし、農林水産省も自然農法の全国大会有機農業のイベントに対して講演、後ろから援助するで講演したりとかしてるんで、そういう方向に来てるんだけれども、まあそれが政治の今の政治と自民党と有機農業としての関わりというかね、そういうのはあるんだけれども、おそらくねこの矛盾、種苗法と有機ジャストのこのさっき喋った矛盾から考えると、おそらく議員さんたち有機ジャストのこと勉強してないんじゃないかなって、現場のこととかそういうふうに指導されてる、そういうふうに、なんだ条文化されてる、明文化されてること、種取りしなさいっていうことで、種取りを一方では締め付けようってする、でまだ種苗法で全部では全部禁止ではないんであろうけれども、もしこの先ね面倒くさいから一律全部禁止ってことになったら、じゃあ有機農業の根幹となる種取りをしなさいっていうこと、これがどうなっていくのかなっていうことは、俺ちょっと不安っていうか疑問っていうかね、これが家庭菜園なら OK とか、まあそれだとちょっと取り締まりうまくいかないからね、一律で禁止っていう方向に行ったりするんじゃないかなって。でその時に本当にまあ繰り返しになるけど、どうなるんだろうっていうことで、こういうことをちょっとさ政治家の人に聞いてみたいなって、津島淳さんが来たら、まあ結局話する機会もそんないんだけどね、あまり長い時間いないから聞いてみたりとか、またねそういう大臣がこう視察に来たとかなったら、大臣この辺どうなんですかとか聞いてみたいなってね、そのうち農林水産省に電話して聞いてみるのもありだしね、なんかその辺どうなのかなって。まあでも大まかな流れではもしかすると有機ジャスの方が、まあ、下の方にされる、要は考慮されない、優先順位は種苗法の種取り禁止の方になるのかなっていうね、思うなっていう、そういう不安懸念がありますね。ただ最後一応ね、種苗法で守ろうっていうのは、その種苗の育成者、要はその例えばシャインマスカットとか、日本青森で言えば青天の霹靂とか、そういう特殊なっていうか優秀な品種を作った人たちの育成者権、権利、なんだ著作権みたいなものか、それを守ろうっていう動きは俺は大事だと思うのね。ただそこは当然そこではそこで守って、例えば何年したら効力切れたら種取りしてもいいとか、もしくは育成者の人が
種取り OK だよっていうことをちゃんとね、末端まで分かるように、なんたらのマークあるはずだから、何のマークだったかはちょっと忘れたけども、そういうのをちゃんとつけて、ついてない袋にその種取り禁止だよっていうマークがついてないものは種取りしてもいいよとか、そういうふうにしてもらえると、我々有機農家としては助かるんでね。とにかく育成者の権利を守るっていうのは絶対大事だし、だけども有機農業として種取りをしていくそういう文化っていうものも大事だと思うんで、その辺をちゃんとね、政治家先生たちにやってほしいなと思うし、その辺はどうなのかなっていうことを個人的にもやはり聞いて教えてもらいたいなと思うんで、もし会うことがあったらね、質問して聞いてみたいなと思います。皆さんもちょっと考えてみてほしいなって。種取りっていうのは本当に重要なんで、自然農法でも有機農法でも自然栽培でも、炭素循環農法でも何でも、そういう持続可能な農業、一括りにするとね、全部で考えればやっぱ重要な技術だし、で前の動画で出した黒小豆とか、ああいうのは商売にならないものだけども、幻って言われるぐらい珍しいものらしいんだけども、そういうものね、商売にならないけれども貴重なものを遺伝子の遺産として、遺伝子遺産っていうのかな、まあ、そういうので残していくっていうのはやはり我々有機農家、自然農法家の仕事でもあると思うんでね、まあ、その辺どうにかなってくれたらいいなと。とりあえず種苗法と有機ジャス、この自分なりになんかどっちが優先されるのか、両立されるのか、どうなってるんだろうなっていう疑問、矛盾というか、そういうのを今回お話ししました。皆さんがどう考えるかっていうことも、まあ、コメントでもし聞かせてもらえたらなと思います。